じゃあちょっと待って、これは、まあ、順番でいきますかね。ん、見つけた。こうか。このゲーム好きかもしんないって。面白いね。あ、なんか埋まってる。ん、あのプニプニは会話できないしな。ねえ、あっ、あ、悪そう。ルックス。いじめる、いじめない、いじめる。やっと分かってくれた。何を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 。じっと見つめている。あ、逃がしてあげよう。よし、半目になっちゃってるや。タイミング悪かったな。これ何、あ、こんにちは。んー、マイクアゾウスキーかなって。アゾウスキーだ。腹減った。ほん、緑の野菜ね。へい、緑緑緑。よし、あいた。よし、なるほどね。罠ってことかな。お、あー、左もなんかある。見えるかな。ここに何かあるな。なんだ、やっぱ下もなんかあったな。なんかあるな。穴に落ちちゃった。しばらく起きれない。君一緒に先に行ってくれ。ゴーストは飛べるから落ちるなんてことはないよな。そうだった。何だったんだこれ、イベント。なんかフラグ立ったね一個。かわいい集めって。あ、何これ。え、何これ。色あせたリボンを見つけた。色あせたリボン、可愛くなればモンスターも攻撃の手を緩めるよ。あ、装備品だ多分。リボンを装備した。グラフィックには変更ないか。おお、なるほど。攻撃の手を緩める、だって。防具だね。あ、うんうんうん、よし。お、楽しそうだな。で、こうだな。へえ、よし、行こう。さあ、またなんか変わったぞ。アメちゃん食べたら。アメちゃん食っていいのかな。アメちゃんか、一個だけどうぞのやつなんだよね。食べたらなんか取り返つかない気がする。クモンドーナツ食べようかな、せっかくだし。いやいや、セーブ地点があるはずだ。向かいのドアは出口ではない、単純な視点の変換だ。ん、向かいのドアは出口ではない。取った時に手遅れ。手遅れかな、一応取っとく。一応ね。ドーナツ作った。スイッチ。あ、スイッチか。おおおおで、スイッチか。なんだ。あ、普通に出れる。え、出ていいの。なんだ、マイクだ。何も起こらない、何も起こらない。あ、逃がしてあげよう。マイク好きだわって。いじめる、いじめない。スイッチを押す。え、なんだこのスイッチ。向かいのドアは出口ではない、視点の変換だ。
順番があるんじゃないか。順番、視点の変換っていうことか。これが読めるならば青のスイッチを押すべし。ここ、あ、違う。お二人？あ、お願いだから始めないでって。はあ。なるほど。僕を見つめないで。いや、その顔は見つめたくなっちゃうよね。いじめない、見てほしくないんだ。寝薬のような匂いがする。薬か、ここじゃね。スイッチを押す。はい。あー、なるほど。ちなみにこの辺じゃね。じゃあ、読めない。あ、残念だな。なるほどね。この辺はダメか。なるほどね。よし、いじめないぞ。何もない。なんかね、このゲームはね、いろんなところを好きなように探索するのが面白いらしいんだ。なんかちょっと、まあ、なんか気になっちゃって。まだある。赤のスイッチを押すべし。ほいほい。もうここに来たのかって。おお、え、早い方。何探してんの？わかんない。この先に行きたいんだよね。なんか一周しちゃってるな。なんだ。緑のスイッチを押すべし。この辺。視点の変更だって。無限ループだね。ああ、ブル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 。あいだ。なんだなんだ。いや、多分これでいいはず。うん、いったね。よしよしよし。視点の変更だったね。すごい、一周しちゃったな。で、これは通ってよし。え、なんだ。え、どうしよう。わあ、分かれ道だ。どっち行こう。あ、ここだけの話、さっきトリエルがこっから出ていくのを見た。食材運んでいたな。何に使うか聞けなかったよ。話しかけるのもおっかないからね。なんで？なんで？なんで？本当に？え、やっぱ信用していいのかな？なんで怖いの？え、どういうこと？いや、フラグな気がするな。なんだ？なんだ？いや、わかんない。いや、不信感マックスで相手に近づくのどうかと思うけど。あれ？バチッと。お、こんなに長い時間放っておくべきじゃなかった。驚かそうするなんて無責任だった。ママすごいな、全力でママって言ったね今ね。全力だね。お、隠しきれないわね。なになになに、隠し事は好きじゃないよ。え、何言っていいの？ここ何？
いつの時期でもこの老木に芽吹く葉はたちまち枯れて落ちてしまう。なんでなんで言っていいのかな、もうわかんない。ついてっていいのかな。セーブだ。可愛らしい生徒のお家を見つけて、あなたは決意に満たされた。なんだ、ちょっと気になるな。こっち何、なんか上行ったらストーリー進む感じするんで。あ、なんだ、これ何、おもちゃのナイフ。プラスチックでできている、最近では珍しい。いや装備しない。こういうものを装備して持ち歩くこと自体が相手になんか敵意を示す気がする。ちょっと待って、こっから出てきた、空飛んでったのか、どういうことなんだろう。射撃込むやつかなって。わあ懐かしい、あったな昔そういうの。トリックナイフって言うんだっけ。何かあるなぁ。装備はしない。持ってるけど。あ、サプライズ、バタースコッチシナモンパイよ。わーい、ありがとう。到着をお祝いしなきゃ。あ、ここお家なんだ。ここで素敵な日々を送ってほしい。カタツムリパイは今夜のお楽しみにしておくわね。あ、カタツムリはいいっす。サプライズがあるんだよ。なんだろう。電話しちゃおう。トリエルです。退屈してるの？本の一つあげればよかったわね。ごめんなさいね。退屈しのに何か想像していいか？お、トリエルさんの真似をしてみて。王様の。王様の真似？なんだろう。だって。鋼のげんこつで落ち葉を支配するの。ほう、かかれのげんこつやってみてくれる？ガチャンって、なんだ、フラグ？かかれのげんこつ？なんだ、よくわかんない。あ、びっくりした、手、握ってる。あなたの部屋よ、気に入ってくれるかしら。あ、よしよされてる。あのアンダーテイルか、あのです。お部屋だ、わーい、やったー、自分の部屋もその夢だったんだ。イケてるおもちゃだ。おー、イケイケだ。君が気に入るものではなかった。贅沢言うな。そっか、気に入らなかったか、趣味がちょっと合わなかったか。どっちかっていうとナイフとかの方が好きなんだよね。危ねえわ。空っぽのフォトフレーム、埃が積もっている。なんだ、長年誰も使ってないんだ。ここバラバラの大きさの子供用靴が入った靴。赤い部屋も好き。やめなさいよ、ホラーじゃねえか。あ、え、あ、な、なに、びっくりした、電気消すんだ、寝ちゃいそう。え、あ、あ、あ、寝ちゃった。バタースコッチシナモンパイ見つけた。え、寝ちゃった、大丈夫かな。んー、マザーどこ。あ、この部屋だ。あ、トリエルの日記。え、人の日記見ていいのかな。見ちゃおう。ページを読んでみた。読めるかな。どうしてスケルトンの友達が欲しいの。お、スケスケだから。何、ネタにしていじってたよね。一人どうしてスケルトンは友達が欲しいの。それは一人ぼんちだから。わーダジャレだな。面白い。他のページも同じレベルのジョークで埋まっている。同じレベルか、お察ししました。
明らかにツインサイズのベッドより大きい。まあトリエル母ちゃんは肩大きいからな。天才だろ。あ、ロンリーがボンリーになってるんかなって。なるほどね。地下植物の知った百科事典、真ん中のページを開いた。ガマ、茶色く楕円形の鞘を生やす湿地で群生する植物。ウォーターソーセージの別名。覗き見してみた。なんで私知らず。あ、トリエルさんの下着見ちゃおう。キョンピ、そこまで興味ない。ダメ、ちょっとマザーの下着とかそこまではちょっとあれだよ、聖域だわ。そこは見ちゃダメだと思います。おい、熟女って表現もどうかと思いますよ。おい、マツコ、ダメだよ。トリエルの靴下履いてるわ。靴下かもう一回見ちゃおう。あなたは靴下を見つめずにいられないって。これは本当に靴下かな。見つめずにいられない。そっか、この人あれなんだね、植物が好きなのかな。部屋に植物がいっぱいある。ああサボテン、これこそ最もツンデレな植物だと言える。ツンデレか。黄色の花だけで耐えてますね。でも背が届かないっすよ、ツンデレ好きって。でもサボテン買うの、ね、好きな人いらっしゃいますよね。人んちのゴミ箱って気にならない？気になっちゃう。ほらと思ったら違った。何の変哲もない古いバケツ。カタツムリ入りの。カタツムリ入ってるのか。おしゃれだなこの家。誰もいないのかな。引き出しの中には花の種と折れたクレヨンが入っている。折れたクレヨン、なんだろう。ん？私だ。これはウォーターソーセージ。お前言うと思ったよ。お前だったのか。私だ。そこまで暇ではない。あ、違うよ違うよ、こっちだよ。リフォーム中。私だ。さあ、あ、ここはウォーターソーセージ。ほうほう。本はどれも擦り切れている。何度も何度も読み直されたんだろうな。分かったよ、変えとくよ。いいよ。2010X 年で終わっている古いカレンダーが入っている、はあ、あ、本読んでる。マザー美人さんだな。靴下見に行こうかな。これガマかな。2222。あ、メガネかけてる。目が覚めたのね。お客さんを迎えられて本当に嬉しいわ。おすすめの古い本がたくさんあるのよ。お気に入りの虫捕りスポットも教えてあげるわね。お勉強のカリキュラム考えてあるのよ。びっくりするかもしれないけど、私先生になるのが夢だったの。ここでツッコミコメントがありましたね。靴下履いてなくない？いや、部屋の中だからじゃない？確かに。だけどあれだよ、外出たら履くんだよ。面倒見いいからねこの人ね。とにかく一緒に暮らしてくれて嬉しいの。え、なんか決まってるけど。あれ、一緒に暮らすって話だったっけこれ。何か欲しいものはある？ご用？何も。いつ家に帰れるの？うわぁ、なんか怖いぞこれ言うの。表変とかないか。ごめん、俺空気読むよ。これはこれ怖いな。必要になったらまた言ってねって。よかった。炎は焼けつく暑さではない、心地よい暖かさ。中に手を突っ込むことができる。え、突っ込む？怖い怖い。歴史書、当てずっぽうにページを開いた。
結界に封じ込まれ、人間の恐ろしい攻撃に屈した我々は後退した。昔の戦った時の話かね。遠く遠くこの地の洞窟の端に着くまで我々は歩き続けた。これが私たちの新たな家となった。名付けてホーム。我らの偉大な王も名付けに関しては下手と言わざるを得ない。言っちゃった。お、ディスってるじゃん。まんまやないですかつって。冷蔵庫開けちゃおう。冷蔵庫の中にはブランド物のチョコレートバーが入っている。ウォンカーかな、ウォンカチョコかな。へえ、歴史書からもうツッコミがね。排水口には白い毛が溜まっている。はあ、母ちゃんのかな。カップボードの中にはモンスタージンジャーブレッドの型抜きが入っている。型抜きとかあるんだね。このパイは大きすぎて食べるには勇気が必要だ。おう、コンロはとっても綺麗だ。トリエルは代わりに魔法の炎を使っているんだろう。じゃあいらないね。コンロ使わないね。もしもし。突っ込んだね。でも突っ込むね。そっか、ガチャンって。そっか。細かいなぁ。さあ、どうする？地下行ってみたら？あ、ありがとう。そっか、こっちがあったね。一通り全部探索してから、ちょっとあれしてみようか。聞いてみようか、いつ帰れるのって。やだ、ちょっとセーブしよう、セーブしよう、セーブしよう。いかんよ、いかんよ。これはどうする、どうする。え、これはどう、先に行く？先にマザーに聞いてみる？びっくりした。びっくりした。びっくりした。やだよ。ここで遊んだら危ないわ。3回目はどうだと思う？ワンモア？ 3 回目か？ 3 回目行ってみるか？今度はまずいか？ここは風が吹き込むの、風邪ひいてしまうわ。これ何度も言うってことは、そのうちいい加減にしろ！フラグか？まだ行くぞ俺は。なんだ？あるのか？見るものには何もないわ。やだよ。本を読みたくないかしら。やだ、見たい。やだ、見る。気になる。怒ってきたぞ、怒ってきたぞ。さてと、そろそろまずいか。そういう遊びよくないわ。どうする、どうする。もうちょっと行ってみる。
お庭に散歩に行きましょう。いやー、さっ、近いっす、見たい。近いっす、見たいもん。上の世界と近いっすなんてなかった。もう何も言わなくなってきた。おー、諦めねえぞ。何度も言ってやるからな。おー、なんだ。おやおや、そろそろ怒ってきたな。そろそろガチで怒ってきたな。もう一回行く。もう一回でラスト。次ラスト。来るか。やばいな、来るな。さあ、じゃあ聞くか。そろそろまずいっぽいな。こんにちは。私が読んでる本のこと気にならない？72のカタツムリ活用法っていうの。カタツムリ大好きだね、あんたね。確かにこっち力あったね。おお、いいね。カタツムリの面白い話が書かれてるんだよ。カタツムリはね、成長すると召喚しか変わるんだ。へえ、面白いでしょ。うわー、誘導してきてる。うわー、もう誘導してきてる。右にしろって。うん、何かあったらすぐ行ってね。さ、そろそろかな。そろそろだ。そろそろだな。行くか。ねえねえ、こっから出る方法ってないの？用事思い出したわ。ここにいてね。でも私は今のうちは可愛い子供を演出しますよ。あれ、いねえ。あれ、いねえな。どこ行ったんだ。あれ、いないな。今のうちに地下に行くのかな。いや、まだ行けそうじゃない。地下かな、島かな。お家へ帰る方法が知りたいのでは、ここよ。この先に遺跡の出口がある。ほう、外の地下世界につながる一方通行の出口。うん、私はそれを取り壊そうと思うのよね。ここからまた誰かがいなくなってしまうことのないように。だからいい子にして上の階に帰ってちょうだい。いかん、出れなくなる。ここに来た、落ちた人間はみんな同じ運命をたどっていく。私はそれを何度も何度も見てきた。やってきて、ここを去って死ぬ。ああ、何度も経験してるんだな。この人寂しいんだ。何も知らないのね。もしルーインズから出たりしたら、あいつがアスグレア、アスゴーレかな、あなたを殺す。